はい、どうも皆さんこんにちは、沖縄です。ということで、今回ですね、こちらのガンマ2体を使っていこうかなと思います。レジェンズね、フェスティバルから始めた方は、このゲームにガンマが実装されてること自体もしかしたら知らないかもしれないですね。僕も多分動画で使うの初めてレベルなんですが、実装当初からあんまり流行っていなかった2体です。で、性能も僕自身あんま覚えてないんで、見ていくんですけども、はい、結構クリティカルで殴っていくって感じですかね。で、特殊圧が結構強そうですね。大気圧を射撃圧に変えて気力回復、射撃の余ダメージを 100% アップ、圧コストダウン、バニゲージ回復っていうことで、かなりガンマ1号の特殊は強そうですね。で、はい、こんな感じで、まあ結構射撃のアタッカーって感じですかね。で、特殊圧が持ってかれたりって感じで、はい、結構ね、優秀な能力してると思うんで、ちょっと使ってみようかなと思います。で、ガンマ2号の方はですね、特殊圧に属性振り向こうが5カウントついてる。これ、すごいですよね。ビースト出て、速攻で青枠取られちゃったから結構きついイメージだけど。必殺圧カードをドローする。で、こっちもクリティカル発生率がアップしてますね。で、この子はね、確か、バトルから、そうだよね、170カウント、残り10カウントになると、ドラゴンボールを7つ増やすっていうね、結構イカチー能力してるんで、こちらもイカしていけたら結構面白いんじゃないかなと思います。はい、このガンマね、すごい人気のキャラクターだと思うんですけど、性能的に全く使われてないんで、今回僕が救っていこうかなと思います。さあ、お願いいたします。何これ、神の木ってわけで。そうだよね、ガンマ2号に関してはマジで、劇場の青枠ビーストに取られて、最近人造の青枠を17号に持ってかれてしまうっていうね、もうマジで環境的にかわいそうな。ガンマ2号ここどうしよう、冷静に動きましょう。にゃーん、ドカバツキやっていく。待って、このなんか、青マントと、青髪の相性がいかち。オッケー、勝っていく。でかいよ、これ。で、裏出してきてほしいんだよな。オッケー、出てくる。これ、気力回復入るよね、確か。オッケー、で、特殊圧持ってきて、これ、変換と気力回復なんで、バチ強いです。これ強い、火力出るよ、結構。ほら、強ない?こういう使い方ができますと。タックル反応したい。神で大撃キャン。うまい。見て、スーパーヒーローだ。お、バリ回復した。あ、これ打っていいや、跳ねてますね。入れ。あ、待って、普通回復から攻めるのよくねー。今のは下手です。ただの下手。ただの下手!危ね。髪見たいよ。打つか。あ、負けは狙ってますが、髪見て必殺行きましょう。髪見て必殺。さあ、この猫パンチ。オッケー、キャラチン回避していく!でかすぎ!はい、最強。で、待って。待機うまいこと回したら、ちょ、もう一枚。あ、引けへんか、もうゴジータで、ライジング打てたのに。もったいない。神手射撃撃ってきますね。神手射撃やん。釣れろ。いや、なかなか難しい。あ、待って、タックル打たん方がいいわ。ミスが。はぁ?跳ねないな、なかなか。待って!オツパイアーツがいっぱい溜まってる。いや、射撃撃って、いや、撃ってこないな、ここは。何これ。撃ってきて。あかん。タックル入れて、うまい。いやー、射撃撃ってこんかな。オッケー!え?押したって絶対!あ、終わった。これ何色がいらない?青いらないか。ガンマ捨てよ。え、絶対押したって最悪だ。なんかガンマの頭、なんていうの?ウルトラマンみたいよね。めっちゃウルトラマンに見えるわ。なんかこの、頭の一本のやつはウルトラマンですけど、二つのなんかケツアゴみたいなウルトラマンもいるんかな?ちょっとあんまわかんないですけど。詳しくないんで、710万。ちょ、マジどうや、とりあえずね、ガンマを、ガンマじゃねえ。ゴジータ落としたい。さっき撃ってきてくれたから。ほらねー!オッケー!もう、ゴジータ落とさないと勝てないんで。オッケーオッケー。これをずっと狙っていたんだよ。で、目的のキャラクター落としたんで、あとはまあゴジータとガンマで詰めていきましょう。で、紫落としたってことは皆さんわかりますか?ガンマ1号の通りバチーですよ、今。来た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 。来ちゃいましたよ、これ。で、ドロ速、おドロ速も2段階ついていると。いや、ゴジータゲーだ。神で大撃や。うまい!やられた。騙しようか。カニ見て射撃止めて。うわー、ちょ、ユニゲ溜められてるな。勝って。あ、大剣大、え
ザマスで大キャンダイキか。これ落としたいよ。ここオッケー、ククイ博士。ククイ博士かぶりは最悪マジ。だユニが戻って、もうカウンター入れちゃおう。うん、それが楽だ、多分。メイン切ってたっけ？切ってない。止めて。いや、これ持ってんだよな、絶対。絶対持ってる。くっそ。特殊絶対持ってるやん。くっそ、攻めにくいな。攻めよう。オッケー。手札にしちゃいけなかったんで、めっちゃ攻めにくかったんですけど、助かったわ。さあ、オーツパイアーツ持ってきて。待って、重いって！ドロ速2段階。えらい。で、今、特殊持ってたんで、まだ、オッケーオッケー、そうだよね。攻撃圧持ってくる。強すぎ。ゴジータが最強。じゃ、ガンマで攻めたいけど、なかなか、機会がないな。予約。これ見て、必殺行こう。で、即してそう。危ねえ！オッケー。おお、強い！いいね！あ、止まれ。止められた。特化無効ないんだよね。さあ、一操作入れて、跳ねろ。危ね。これ、居座りましょう。攻めてきそう。遠距離来そう。しょこむか。最速。これ見て、ダイキャン。何これ。どういうこと？オッケー？あ、来たね。こっちで攻めましょう。ザマス出したいんじゃない？ザマス来い。ザマス来い。出したいでしょ。出さんか、出さんか、えらい。あ、でも待っ、あー無理だ。ガンマ2号落ちちゃってるから。面切ろう。究極破棄させて。ここ OK。 泥足2段階。クソ強い、クソ強い。もう一枚頑張れ。えらい。ゴジータ系だ、ゴジータ系だけど、もう全然オッケー。強い。こういうことなんだよな。で、最後、ガンマ1号で詰めよう。楽しい。いいね。なんかこの、劇場つながりがあるから、無理したパーティーになってないのがエモいよね。よしよしよし。いいぞ、レジェンズ。神ゲーだぜ。610万。売ってくるか。回避回避で。オッケー。さあ、ガンちゃん行きましょう。ドロソク1段階ついてるんかなこれ。ちょっとドロソク覚えてない。あー、ついてますね。あんま火力出てない。射撃が、まあ、そこそこの火力。お前出しやつ、オッケー。よーし、待って、気力が。いいね。危ねー。これはさすがに余ダメ勝ちしてますね。というわけで対戦ありがとうございました。つえー、相手は、ちょっと待って、これルーブル美術すぎるって。ルーブル美術喫茶さんギルドのグッドゲーム2000近くあった、やばすぎ。最強さんですね、お願いします。でも色の通り悪くないですね。止めよう。どうしたの今。はい、見て回避。危な、クイカツ出すか。出して、ゴジブル出てきたら、うわ、エッチなブーストしますね。それなんだ、帰ってきた、見て出して。オッケー、とりあえずゴジブルのユニゲ貯めて。クイックアップしてたんだよね。ドラキャンフロー。釣れそう。釣れない。オッケー。さあ、特化箱積みまして。うわー、よしよし。これしばらく安全に殴れる。この安心度がね。やっぱ最強だわ。で、ガンマ記録回復あるっけ？ないんかーい！見よう。見えそう。見えんか。これ見て、これ見て、射撃。オッケー、最速めっちゃもらえる。でかい。予約。でかーい、こっちで必殺打とう。オッケーオッケー、一回カバチェン使わしたよ。で、ゴジータか、ビースト落としたいよ。中距離入って。行ってこんかな。見えろ、見えん。まあ、アーマー持ちにあんま圧ってこんか。オッケー、腹パンアーツ借り飛ばしていく。よしよし、ここ大事よ、射撃。ちょ、必殺押して、なんか必殺押されそうな気がする。わからんけど、なんか必殺な雰囲気がある。
よし、ラブねー、もう通ったら何でもいい。よしよし、あ、最強だゴジータ。で、こっからよ、こっからガンマ2号と1号でじりじり削っていく。これが大事。ゴジータゲー、いや、ゴジータゲー気味だけど、ゴジータゲーにはさせません。いやー、かぶされてもいいな、それ。いや、1号がいらないか。ん？オッケー。あぶねー。クリックから発生率アップ。待って、これ、ユニゲ強すぎるだろ。あー、終わったユニゲ発動。オッケーオッケー、弾切れよ。火力やばすぎだろ。え、どうなってるん？人気ロー。怖い。ドロ速2段階だから攻めてくる。ガミチ大やきゃ。いやー、開発してるか。勝つぞー。よし。なんだこれ。いや、カウント入るんすよね。いや、強すぎるわ。いや、マジぶっ壊れてる。いや、おかしい、おかしい。絶対おかしい。絶対おかしいと思う。絶対おかしいと思う。で、強すぎるって火力。クイック。クイック圧は分かってる。これさ、見えても、いや、これ無理じゃん。どういうこと？射撃しかないから、見えても無理な、弱っ。あつ、よし、押してると思った。来た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 。お、いいね。うぅ、火力とか、いきなり火力とか、いきなり火力とか。どうした？で、これ受けてもいいや。受けても、OK。これで返せるんで。いや、このプランニングは全然 OK。ゴジータもう、どうしようかな。神出たやきゃ。開発し。回避回避でいい。オッケー！こうやって即行きます。跳ねるか。まあ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 、ガムちゃん2号は落ちてもオッケー。よく頑張った。オッケー！待って！なんか、なんで跳ねてんの？ずらしていく！でもカウント入るんすよね結局。いやもうつもうゴジータにカウントされてるだけでやばいんですけど。これ耐えるっしょ。さすがに耐えてね。もうもうやだ。頑張ったのに即。いやもうカウンターで全部落とされるんよ。受けてみろじゃなくて、ちょお願いや。特殊あったらまだある。サボラー、ちょ、特殊来たらマニ回復できるんだって。お願い。あ、終わった。いや、まだあるか。待機が回ってない可能性はある。オッケー、待機回ってないね、これ。あ、回ったわもうありがとうございました。はい、というわけでですね、今回はガンちゃん2号1号一緒に使っていったんですけども、まあやっぱちょっと火力足りずっていうのと、もうゴジータにねカウントされてるだけでずっと倒されてたんで、まあ厳しさありますが、敵を選んでね、あとはまあパーティー選んでどっちかだけ刺すみたいな感じだったら結構いけそうなんで、ちょっとね、まあ面白いキャラクターだなと思いました。特に2号はね、色の通り魔の環境いいんで、ビーストとかと合わせて全開瓶乗っけまくってね、使っていくと面白いんじゃないかなということで、今回ですね、ガンマ1号、2号を一緒に使ってみたでした。めっちゃ好きなキャラクターなんでね、これからも定期的にやっていこうと思います。それでは、少しでも面白かった方はチャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様でした。